皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、東大生の半分以上はここから出る、全国5000校の頂点に君臨する36校の名門高校の名前と合格実績ということで、面白いヤフーニュースの記事が上がっていたので紹介したいと思います。はい、で今回の記事なんですけど、理論物理学研究者の藤沢和樹さんという方が、毎年3000人が東大に合格しているが、昨年の場合1570人は36校の名門高校出身者だったと。つまり東大生の半分以上は全国の高校の 0.7% という限られた高校から進学しているということで、実はですね、ちょっと前に見本いただいて紹介をさせていただいたこちらですね、コスパで考える学歴攻略法、こちらのなんと本のですね、一部を抜粋した記事ということでございます。なるほど。はい、結構ねこの本自体も僕、まあ、今ちょっとしおりが入ってて分かると思うんですけど、読み途中なんですけど、はい、非常に途中まで読んでるって感覚面白い本なんで、もしよかったら本の方も手にしてみてください。はい、でちょっとこの記事長いので、ちょっと端折りながらですね、ちょっとね紹介をしていきたいと思います。はい、はい、それでは最新の2022年2月に行われた入試での東大合格者ランキングを見てみようということですね。で1位は開成高校193人、開成はなんと41年連続トップであると。で2位は筑波大学附属駒場高校97人、3位は奈良高校で92人、4位5位はまあ今記事に出ている通りでございます。で1位から4位までは全て男子校で、5位の西大和学園で初めて共学校が登場するということなんですね。はい、まあ、このあたりは皆さんねよくご存知だと思うので、まあ、6位から10位までもね記事の中に書いてあるんですけれども、ざっと読んでみてください。はい、で2位と10位は校名に駒場と入っていることからも分かる通り、東京大学の駒場キャンパスの近くにあり、東大生と同じ駒場東大前駅で電車を降りて通うということなんですね。あ、10位は駒場東方ですね。はい、うん、で応援は文京区にあって本郷キャンパスの近くにあるということなんですね。はい、でまた昔は東京の御三家といえば武蔵の方であったんだけども、まあ、最近はですね駒東が御三家になっていると、まあ、いうふうになってます。まあ、ただ中学受験の塾の合格実績御三家とかで見ると、まあ、武蔵をカウントしているケースも多いかもしれませんね。そうですね。はい、なのでまあその辺はちょっとまあ定義は難しいんですけど、うん、まあ、そういうことになっているということですね。はい、で実際ですね東大現役合格者率ですね、うん、こちらを藤沢さんが計算をして表を作ったということなんですけれども、まあ、本の中に書いてあると思うんですが、まあ、実はね開成高校はトップなんだけれども、率で見れば筑駒とかの方がトップなんだということなんですね。はい、まあ、ただうちの視聴者の方皆さんご存知ですよね。そうですね、動画で何回もこれは言ってますね。おそらく、はい、はい、で関西の奈良高校は2022年はやや不調で5位ということになってますが、まあ、こちらはですね東大の医学部にほぼ全員が進学できる理科3類以外の科類よりだいぶ入試が難しい京大の医学部に現役で15人も合格させており、まあ、京大医学部も含めたら実力はですね筑駒と1位を争っていると言って良いというふうに言っています。まあ、確かにその通りかなと思うんですけど、逆に筑駒ってあまり医学部志向強くないんですよね。あ、そうなんですね。はい、もちろん理算志向はあるんですけど、うん、むしろやっぱりこうしっかり勉強している子が多くて自分の意思でね、うん、だから自分はこういうことやりたいって子が多いんで、意外とリーチの上位合格者が多いんですよね。なるほど、筑駒ってね。なるほど、うん、やりたいこと重視ってことですかね。そうなんですよ、理算よりはって。そうなんですよ、うん、なので筑駒はそんなに医学部重視じゃない、灘は結構医学部より、まあ開成はまあぐちゃぐちゃって感じですね。僕の印象ですけどね。はい、はい、で応援とかは結構医学部よりって感じですかね。はい、はい、で東大だけで見るとどうしても関西の学校は過小評価されてしまうと。国立大学は入試日が同じであり、少し前まで前期と後期で2回受けられたのだが、ライバル校の滑り止めにされたくないだの理由で各大学が次々と後期入試を廃止したので、いくつかの例外はあるものの、日本の高校生は国立大学を1校しか受けられない。まあ、ここ一応補足しておくと、まあ、今でも別に前期後期は全然ありますと。ただ基本的にはまあ前期を狙うっていうのが一般的であって、まあ、後期はもし前期がダメだった時のもう1校受けるチャレンジするっていう意味で使われていて、まあ、後期入試がない大学もたくさんあるというような状況ですね。そうですね。はい、でまあ、関西の進学校のトップ層は東大での京大を選ぶことも多いと。日本は私立大学の学費もそれほど高くなく、まあ、高いんですけど、多分藤沢さん視点だとアメリカとか海外のことを見ているので、そういうふうにおっしゃってるのかなと思います。うん、はい、大学進学の費用の多くが一人暮らしのための生活費なので、経済的に自宅から通える大学にしてくれという家庭も多いということなんですね。うん、はい、まあ、実際じゃあどうなんだということなんですけれども、京都大学の合格者数は大阪の名門公立高校である北野高校がトップで91人、東大寺が設立母体となっている私立男子校の東大寺学園が2位で76人、うん、同じく2位の洛南高校は共学の私立中高一貫校で、こちらは空海が創立した学校が源流であり76人が東大に合格していると。はい、結構うちの、ね、動画だとあんまり関西のことたくさん扱わなかったりするんですが、さすがにこの辺の高校はね皆さんもご存知かなというふうに思います。はい、はい、でまあ4位からもあるんですけど、ここはちょっと4位から読んでいきたいと思います。4位は53人で3校が並んでいると。うん、はい、で
1個が工業学院、まあ、ここはね名門校で有名ですね、はいはい、あとは清風南海ですね、こちらも大阪の私立共学校です。読み方は清風南海であってると思います、うん、え違ったらすいません大阪の公立高校の天王寺高校ですね、こちらが3校で並んでいるということですね、はい、まあ、天王寺なんていうのは結構関東だとあんまり聞かない声かもしれませんが、はい、関西の入試だとかなりこう抜群の実績を誇っている学校ですね。そうですね、はい、で7位が灘高校で、8位が堀川ですね、こちら京都の名門公立高校です、はい、で9位が、滋賀の、ゼゼ高校ですね、はい、41人で10位が、西大和で東大でも5位ランクインしている40人ということですね、はい、あと愛知の旭ヶ丘も40人だそうです、はい、まあ、そんな形で結構、まあ、関西と関東で、まあ、分かれているということなんですけれども、まあ、やっぱりですね率を見てもやっぱ今挙げたような学校が、ね、結構まあ高いということです。はい、で最後に国公立医学部を見てみようということなんですけれども、はい、実際ですねこちらは現役合格率ではなく合格者数で見る方が適切だというふうにおっしゃってるんですね、はい、まあ、なぜかということなんですが、企業に就職して実際に働き始めてしまえば、まあ、卒業大学の格のちょっとした違いはあまり関係なくなるため、大学をワンランク上げるために浪人した方がいいかどうかは意見が分かれるところだと、うん、だが国公立医学の場合は明らかに浪人してでも入る価値があるということなんですね、はい、なぜなら私立医学部の学費は非常に高額で、偏差値と学費はおおむね反比例しており、卒業するまでに2000万から7000万ほどの学費が必要になるということなんですね、はい、まあ、今7000万フルフルで必要な学校というのは、まあ、あまりないような気がしますが、多分あれですかね、一人暮らしの費用とか入れたりとか、うん、生活費とか入れて7000万っておっしゃってるのかなというふうに思います、はい、逆に2000万っていうのは、まあ、あのかなり安い方の、まあ、国府とか、まあ、慶応とかね、うん、あとは最近安くなりましたけど関西大とかね、まあ、あの辺はまあ2000万台ということになっておりますね、はいはい、しかし国公立の学部に入ることができれば約50万円を6年間払うだけで入学金を合わせても約350万円であるということですね。うん、はい、こっちには生活費入ってないと思うんで、だから、まあ、7000万は何だったのかなというふうに思いますけど、そういうところであるかなというふうに思います、はいはい、で現役で私立大学の薬部にしか合格できなくても1年頑張って国公立大学の薬部に合格すれば十分すぎるほどペイすることになる、うん、二浪でさえ国公立医学部に入ればペイする、また医者になった後も高校の同窓ネットワークは何かと助けになるので、医者になるなら同業の卒業生が多い高校を卒業するメリットは大きいだろう、うん、国公立医学部合格者数トップは15年連続で愛知県の名門私立中高一貫校の東海高校であると、123人、すごいよね、すごいですね、はい、2位は九州のキリスト教系の学校であるラサール、ね、うん、76人ということですね、まあ、ここも医学部かなり強いですよね。そうですね、で率で見るとこのラサールと北海道の北嶺が上位2校となるそうです、うん、はい、でまあ、実はですね国公立学部はラサールとか北嶺とか四国トップの愛校、うん、まあ、そういったね学校などが非常に勉強強いということなんですが、はい、まあ、中学受験が盛んな地域は、まあ、首都圏関西に限られていて、日本の地方には進学実績のいい私立中高一貫校などあんまりないのだとおっしゃってるんですね、はい、しかしそうした私立中学のない地方でも開業医の子どもたちは将来の国公立大学医学部の入試で中学受験を経験した都内の猛者たちと戦わなければいけないと、うん、なので開業医など教育熱心でも資金も潤沢な家庭ではこうした量のある名門私立中高、うん、中学を目指して子どもに勉強させているということなんですね。なるほど、はい、まあ、そんな形でねざーっと紹介をしましたけれども、いかがでしょうか、まあ、皆さんにとっては、まあ、結構知ってるよっていうものがまあ多かったのかなというふうに思うんですけれども、はい、改めてねこうやって見てみるとやっぱりこう日本全国、まあ、強い学校はねあるなという印象です。そうですね、まあ、ただやっぱり東大という点で言うとまだまだその首都圏の学校がまあ強いのかなっていうふうに印象を持ちましたね。確かにそうですね、はい、ざっと見てみてどうでしたと思ったのは、そのやっぱり、まあ、地方にも、まあ、名門校ってあると思うんですけれども、うん、やっぱなんか寮があるところが多いですよ ね、 そうですね、北嶺もそうだし、まあ、ラサールも寮だし、うんうんうん、やっぱりじゃないとやっぱ寮っていうか、まあ、やっぱそういうのがないとやっぱ全国的に生徒さん集めるのがちょっと難しいっていう点もあるのかもしれないですね。そうですね、うん、まだ実際そうやってこう、まあ、寮にすることでちょっと遠い人でも通えるみたいな、うん、つまりその地域で、まあ、優秀な人が集まるっていう、まあ、可能性もあるのかなというふうに思いましたね。そうですね、うん、とはやっぱりもう一個思ったのは公立高校っていうのは、まあ、あくまでもこれは、まあ、ちょっと一般論ですけど、うん、やっぱりなんか地元志向になる傾向が高いのかなと思いましたね、うんうん、確かにね。例えばその関西でも例えば灘高は、まあ、どっちかっていうと京大よりは東大志望の方が多いと思うんですけれども、同じ大阪の公立トップの北野高校に関しては京大志望の方が圧倒的に強いだったり、ね、やっぱ公立の方が地元愛が強いのかなっていう特徴は思いましたね。でも海外とかってどうなんですか。例えばイギリスとかもやっぱりそのエリアの進学が強いんじゃないですか、はい、やっぱそうですね、やっぱ地理的なところはありますね、うん、ですよね。はい、まあ、ただ、まあ、まあいわゆるイギリスだと例えばオックスフォードだったりケンブリッジみたいな、いわゆるもう全世界的にも超有名だってところはやっぱもう地域関係なく入ってくるっていうところはありますかね、はいはいはい、うん、東大みたいにそのもうケンブリッジとかオックスフォードだったら地元のここがめっちゃ強いとかはあんまりない。あんまないと思いますね。あ、そうなんですね。というのもやっぱ日本よりも世界、全世界でやっぱ戦うんで、確かにね、なんかその、うん、
地元だから行くとかそういうレベルじゃないんですよね。もうその上の戦いというか。でそれで言うとやっぱりハーバードとか MIT とかスタンフォードとかと近いかもしれないですね。そうですね。まあでもそういう意味で言うと、まあ、まだまだこう多分東大ってもしかすると、うん、まあこう東京の地方大学って言われてもしまうのかもしれないよね。うん、まあでもやっぱりね難しい、ね、日本の場合とかってやっぱその受験勉強が大変なので、そうですね。やっぱり人口が多い地域が有利だと思うんですよ。確かにそうですね。だから多分アジアで言うと中国とか韓国とか、うん、だから何北京大学とか、はいはいはい、清華大学とか、はいはい、あと何ソウル大学、うん、でやっぱり当然例えばソウル大学ならソウルが強いと思うし、まあそうですね、そう北京大学は北京大学が強いんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとその辺ねアジアのあの辺詳しい方もしいたらコメント欄にコメントください。はい、はい、まあ、ただあの今言ったようにですね、あの結構その南関大学って言っても、まあ、東大もそうだし京大もそうだし、まあ、国立学部もそうだし、まあやっぱりいろいろねあの選択肢はあるんですよね。そうですね、うん、だからね受験頑張りたいっていう人はね、まあ、ぜひこう、まあ、自分で方向性見つけて努力をしてほしいというふうに思います。はい、はい、というわけでね今日の話は以上なんですけれども、実は今回ですねまた、欲しいものアマゾンの欲しいものリストからですね、プレゼントを頂戴しております。結構でかいんですけれども開封していきたいと思います。はい、はい、何がちょっと入ってるか僕全くわからないんですけれども、はいはい、わかりました。おお、これはスープですね。素晴らしいです。はい、コーンスープ、お好きなんですね、スープ。はい。ありがとうございます。これから寒い時期に体も心も温まりますね、こういうスープ。はい。なんかいいコメントもらいました。ちょっとグリーンバックなんで、もしかして色抜けちゃってるかもしれないですけど、ありがとうございます。はい、僕、スープがとても昔から好きでして、うん、はい、あの欲しいものリスト、あの僕のね、個人的な欲しいものリストが実はねこっそり あるんですけれども、はいはい、そこを多分探してね送ってくださったということで誠にありがとうございます。はい、結構ねこれ何いくつあっていうの30袋だから、うん、合わせて60袋あるんでインターンのみんなとね分けてね飲みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、というわけでですね、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。